まあ、で、バトルヒストリアなるものをやってみるか。で、終わりでいいんじゃない？あれだし。エース使ってやれっつうのか。やりづらそう。まあ、本当に初めてのあれだけはさらっとやるけど、あとはあんまやんないかも。あまりだけやるだけ。まあキャラがいない人でもやれるっちゃやれるんだね、上手い人は。そういう意味の公平性は保たれるのかも。
ざわりの部分だけどもやったらいいんじゃない、わかんないもん、これも方とかは判明してくるんだよ。データで揃ってからやればいいじゃん。後で出揃ってから、まあ、1回ぐらいはやるけど、出揃ってデータで出揃ってから考えればいい。ちょっと練習するっていう、これで3000ぐらいもしてんか、せんか、これは1回ぐらいやって自分で暇な時にやっていけばいいじゃん。逆にやったらいいんだ、こういうのは。だってわけわかんめだ。よくあるボードゲームみたいなもんだね。よくあるボードゲームみたいな。
Thank you.
Thank you.
Yeah.
you
か。休憩取ってきますわ。休憩5までだったらまあ簡単じゃないかもしれないけど、3回目ぐらいまではいけんじゃないかな。1回いけるとこまででいいと思う。3と4とも、まあ、終わるまでやってみたらいいんじゃない。あとヒストリアってどこからやったの。何時間前にやったのか。26分ぐらい前にやったのか。だけど、
Thank you.
大変だな、これも。上げて最終戦に備えるしかないと思う。
ということで、おしまい。簡単にはできるやつなんだろうね。ただ時間かかるっていう。ただ素材装備者をやればって。おい、新しい難易度を解放されたって書いてある。誰だか。なら、8、9、10。